竜フミテルは中華民国の軍人。四川派の有力指揮官で国民革命軍に属した。号はジーヌイ。同じく四川派の有力指揮官で宿敵となる劉将はおじまたは道にあたる。14歳で生徒の四川陸軍小学に入学する。1911年、先制省へ向かい西安陸軍中学に進学した。 新害革命勃発後に一旦帰郷し、1912年に北京へ向かい、陸軍第一中学に入学する。1914年、保定陸軍軍官学校第二期方兵科に入学し、1916年に卒業した。帰郷すると、劉将の紹介により川軍に加入する。以後、順調に昇進し、1923年には、 川軍第9市市長兼政党永受司令にまでなった。1925年2月、市選軍無法弁に任ぜられる。翌年11月、国民政府側に転じ、国民革命軍第24軍軍長となった。1928年9月、川後編暴走式に任ぜられ、11月には国民政府の初代四川省政府主席に昇格した。 これにより同じく視線派内の有力者である劉将に匹敵する実力を備えたことになり、視線ではこの二人が相当の形成となった。しかし、劉将と劉フミテルは次第に対立を深めていき、ついに1932年秋から両者の拡築戦が展開されることになる。翌年10月、劉フミテルはこの戦いに敗れ、成功方面に逃亡した。 1934年12月リュウ、フミテルは国民政府中央により成功立省委員会委員長に任命された。以後、成功省の創設に向けた活動を開始することになる。1937年9月には陸軍上昇区組を授与され、さらに第五軍団軍団長に任命された。1939年1月、成功省が正式に成立し、竜が 成功省政府主席権全省法案司令に任命される。以後、国境内戦により国民党が台湾に逃亡するまで劉がこの地位にあり続けた。1949年12月、劉フミテルは、非戦派の有力者である東鈴子を半分化と協力して中華人民共和国に転じる、企業を宣言した。中華人民共和国では、西南軍政委員会主席、 中国人民、政治協商会議全国委員会常務委員、林業部部長、全国人民代表大会常務委員会委員、中国国民党革命委員会、中央常務委員会委員などを歴任した、1976年6月24日、北京市で病没、去年82、ありがとうございます。